はい、皆さんこんにちは、下川でございます。今ね、iPhone で撮っているわけですけども、月曜日から私東京出張行きますんで、もうそのカメラとかね、三脚とか撮影機材をですね、家に持って帰ってまして、今何もないなと、動画撮ろうと思ったら何もなかったんで、ちょっと iPhone をこう回してね、この壁にね、引っ掛けるとこがあったんで、そこに iPhone を置いて撮影しております。いつもそのモコモコのマイク使ってね、喋ってるんで、iPhone でこれ音声撮れてんのかなって感じでちょっと心配なんですけど、声をしっかり張ってね、私の言葉で感情っていうか伝えていきたいと思います。今日は何の動画かと言いますと、まあお知らせなんで、興味ない方はもう他の動画行ってください。臨時講座、北海道です。北海道講座、臨時なんでね、次いつするか分かんないんで、ぜひ北海道近郊、札幌市内でやりますんで、すすきのの近くなのかな。受講生さんのご協力いただきまして、サロンを貸していただけるということでね、札幌で開催することとなりました。北海道近郊の方ね、東北の方もそうですかね、東京まで行くの遠いっていう方はね、ぜひいらっしゃってほしいと思います。それから次の認定セラピスト合宿は10月に大阪江坂店でやっていきます。ということでね、皆さんにねご参加いただきたいんですけども、私たちの伝えてる技術っていうのはセラピスト人生が変わるんです。実際に変わってる認定さんとか、まあ認定さんじゃなくても指名が増えたお喜びの言葉とかね、たくさんいただいているわけです。この白ポロシャツ着てね働いているスタッフの皆さんもそうなんです。この技術を習得すれば変わります。お客様の反応も変わるし、施術の幅も広がるっていうことですね。6月30日に名古屋にイオン南陽店っていうね、直営店を、ガチガチ専門直営店を出店するわけですけども、私たちのこの技術だけでもサロン運営ができるんだよっていうことを皆さんに示したいなっていうこともあって、店舗を出していってます。今回で直営店は一旦まあ終了かなって感じはしますけども、まああとはね、全国にはガチガチさんっていうのはたくさんいらっしゃるんで、ガチガチさんにこの技術を届けたいという気持ちもあるんですけどもね、そういういろんな意味もあってお店を出していってるわけです。もう荻窪店は王子本店の次に歴史がある、歴史あるっつってもまだ1年半ですけども、それでももうすでにね成果を出してるわけですよ、結果を出してるわけですよ。で次に大阪江坂店、まあオープンしてまだ半年なんで、成果出してるとまではいかないですけども、来てます、出てますからね。で次名古屋の南陽店っていうことです。私のね過去の動画とかも見ていただいたら分かるんですけども、その受講生さんの声だったりとかね、見てほしいと思います。生の声、私が無理やりね言わしてるわけじゃないですよ。でそういう風に動画でね出てくださってる、ご協力いただいてるセラピストさんたちのね、その生の声とか目の輝きとか、そういうのを感じ取ってほしいと思います。この技術は習得すれば、さっきも言いましたけども、お客さんの反応変わるし、セラピストの人生、ご自身の人生も変わっていくんだよっていうことをねお伝えしたいんです。私自身もそうなんですよ。この技術は私だからできたんじゃないです。荻窪の木村店長だから、新見さんだからできたんではないっていうこと。僕も含めみんな最初はガチガチさんの壁にぶち当たってるんですよ。指いったーっつって、もうセラピストが嫌になってるんですよね。まあそれがね、私たちはガチガチさんの壁って言ってますけど、そのガチガチさんの壁を突破したら、私たちみたいにねガチガチ専門ってこういう看板つけてでも全然やっていけるよっていうねことなんです。女性セラピストもね、次大阪の江坂店に勤務されます。女性ですよ、女性でもやっていけるっていうことをね、これから皆さんに、お示ししていきたいなと思ってますんでね、ぜひ女性セラピストさんの活躍もご覧になってくださいね。皆さんのね一人でも多くのご参加お待ちしております。あと東京講座も大阪講座もね毎月やっておりますんで、ぜひご参加ください。しっかりとね熱く指導させていただきます。厳しいですけど、厳しいだけじゃないです。もちろん楽しくね、楽しく厳しく指導していきます。よろしくお願いします。それではまた。